今日は、秋の収穫ということで、小ぶりの野菜とか果物を集めてみました。これはまあ赤玉ねぎ、または紫玉ねぎっていうものですよね。ちょっと小ぶりなものを持ってきました。からこのかぼちゃは坊ちゃんかぼちゃって言って、まあ、非常に小さい種類です。からこれはあん入り柿っていうことで青空市で売られていたんですが、ちょっと調べてみたんですが、あん入り柿っていうのが出てこないんですね。豆柿なんかよりはちょっと大きいっていう感じのものですね。から落花生です。生ですね。だいたい黄色から紫にかけてのグラデーションで描けるかなと思われるものを集めてみました。今日の菓子です。ウォーターフォードを 3F サイズに切っています。横構図ですね。そして絵の具はホルベインです。スカーレットレーキ、これはね、ピロールレッドでも構いません。クリムソンレーキ、ガーボンジーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、バントアンバー、以上7色で描いてみたいと思います。軽くね、下書きを描きますね。このちっちゃいザルですね、これ100円ショップで買ってきたザルです。これをこういうふうに描いてしまうと真上から見たことになりますので、まあ、ちょっと斜め上から見ましたよっていうことで、かなり斜めに描きますね。まともにこうまっすぐこう向けるんじゃなくって、ちょっとこういうふうに角をこちらに見せるっていうことですね。ほぼほぼ正方形なんですけど、角が丸いっていうことと、少しひねっておくっていうことですね。でこれの中心に、まあ、中心ここなんですけど、もうちょっと大きく描きましょうか。このくらいに描きますよ。真ん中に坊ちゃんかぼちゃ、まあ、ほぼほぼ実物大で描きますね。でちょっと上から目線になりますので、まあ、ヘタもこう当然見えるわけですね。でその周りに赤玉ねぎをこう配置します。こちらに置いた赤玉ねぎは、少しねヘタが見えるよっていう置き方、そしてこちらのカゴの外の方に置く玉ねぎは、まあ、少しねお尻の方のひげ根もちょっと見えたりしてますよっていうふうに置いてみます。この、ちっちゃい柿をここと、まあ、直線にならない方がいいので、まあ、少し下にね置いてみますよ。こんな感じでしょうかね。少しヘタが見えていました。ちょっとこの赤玉ねぎ少し大きくしますね。そしてこっちにも、これちょっと横向きに置きましょうか。それからこっちの外ですね、外にこう置きます。落花生を配置するわけですが、かっこよくというか整列しないように置くっていうことです。これが整列してしまうと不自然な感じがしますので、なるべく整列をさせないっていうことが必要ですよね。こんな風にね、一個一個一個というふうにバラバラにならない方が、まあいいわけですね。なのでこういうところにも置きますね。そして少し上の方が空きすぎてる感じもしますので、こういうところにねちょっとはみ出しておいたりしますね。じゃあこれでちょっと丁寧にね下書きをしてみます。はい、下書きがね書けました。だいぶね濃く書いています。下塗りに入っていきたいんですが、その前に玉ねぎのこの白いひげ根ですよね。これはマスキング液でやっておくときれいに白が出ますので、ひげ根はちょっとだけやっておきますね。なるべく細い方がいいので、まあちょっと頼りないぐらいな感じで、しかもこう入り乱れてるっていう感じですよね。これで乾かして下塗りに入りますが、鉛筆の線を薄くしておきますね。はい、マスキング液もね乾きましたので下塗りに入っていきたいと思います。
で今日 の、 あの色味なんですが、黄色は多いですよね。ガーボンジンをメインにして赤紫を横に配置していくと秋らしい綺麗に色になるんじゃないかなと思います。カゴをこのヒゴの色とかピーナッツの色ですね、まあ、この色を忠実に再現してもそんなにまあ綺麗でも何でもないので、この色にはあまりこだわらないでいこうかなと思います。でまずね、ガーボンジーですね、主役の色です。これをしっかり溶いて真ん中あたりですよね、特にいうところへしっかり、入れていきます。ただまあ玉ねぎの中はちょっと避けますね。玉ねぎは赤紫色っていうことですので、少し避け気味にっていうことにします。あ、今日の、光なんですが、左上からにしておきますね、この辺ね、しっかり入れました。水筆でしっかりぼかします。玉ねぎの中にわずかにねこう入るのは気にしなくていいかなと思いますね。それと、まあ、柿のあのピカッと光ってる感じ、これは少し出したいので、こういうところ白くね、あの残したいわけです。わずかにね、そういうところはちょんちょんとね拭き取っておきますね。これがまだ乾かないうちですよね。赤玉ねぎの色を入れていきます。クリムソンレー液に少しセルリアンブルーを足しますね。まあ、少し紫に傾きましたよ。これはね、赤玉ねぎのあるあたりにこう集中的に入れていきますね。ただね、まあ、ここだけっていうとポンポンと離れちゃって、あと全くこの色が入ってこないっていうことになると、少し色的に物足りない感じがしますので、影の色も込み込みで、こういうふうにねちょっと伸ばしながら、にじませます。当然ね、黄色とこうにじむわけですが、それもいいんじゃないかなと思いますね。水筆でやっておきます。でティッシュでね、流れてしまいそうなところとか、いらないクマができそうなところとかポンポンと取っておきます。かぼちゃの緑色ですね、緑と言っても少し黄色がかった緑っていうことなので、このガーボンジーに少しねサップグリーンを足します。黄色がかった色にしますね。この辺りに入れますよ。ちょっとねこの辺りにも入れときたいかなと思います。はい、これもぼかしておいてポンポンと取っておきます。影の色ですね、ちょっとだけ影の色も作っておこうと思います。でその時にセルリアンブルーですね、そしてバンタンバーを混ぜます。灰色っぽい色になりますよね。これを、まあ、物の影ですね、少し入れておきますね。この辺りにもちょっと入れておきますね。あまり影を具体的にこう作るっていう段階ではないので、まあ、程よく暗い色もっていうことで、このくらいでやめておきますね。じゃあこれで一回乾燥させて、細かい作業に入っていきたいと思います。はい、下塗りが乾きましたので細かい作業に入っていきたいと思います。柿のオレンジ色ですね、ピロールレッドを使いたいと思います。柿の下の方に入れますね。一応全部入れときますよ。はい、そして水筆で明るい方に向かって伸ばします。でこの続きに、この色にガーボンジをちょっと足したものですね、これをさらに入れていきます。続きっていうことでにじませますね。
とね、光っているところだけを残すっていう感じになります。といて抜いてもいいかなと思いますね。グラデーションさせておいて、ちょっと抜くといいかなと思いますね。ちょっとだけ抜いときます。あ、ここ忘れてましたね。ここをちょっと、これも柿です。ちょっとここのピロレットが薄いので、ちょっと足しておきますね。かぼちゃですよね。このかぼちゃの、ここのところです。ここにもピロールレッドとガーボンジュを足したものをここに入れます。ぼかしておいて、ガーボンジュを多めに入れますね。この筋目のところはちょっと色が抜けてる感じなので、ここは塗らなくてもいいのかなと思います。で、ちょっとぼかしておきますよ。で、サップグリーンにちょっとだけクリムソンを足しますね。それをこちらから持っていきます。はい、にじむところはにじんでいいですよっていう感じですね。そして紫玉ねぎ、赤玉ねぎですね。クリムソンとコバルトブルーを混ぜたものですね。これを、光とは反対の方向に持っていきます。水筆でぼかします。一部ね、このヘタの辺ですよね、ガーボンジーをちょっと垂らし込んでおきますね。そしてここの、落花生ですね。落花生の場合は色を激しくつけたくないっていうことで、線描を先にね、ちょっとやっておきます。少し緑がかった茶色っていう感じです。で、ちょっと細かい作業にはなるんですが、こんな風に網目模様を描いていきます。全部に描かなくてもいいんですが、ところどころこういうふうに網目模様にしていくっていうことですね。これを残りの落花生に入れてみますね。ざっくりね、色がつきました。かごですね。このかごはまだ全く手当てをしていないので、かごにちょっと筋目を立てていきたいと思います。で、かご自体の色はもう白っぽい色なので、カゴの固有色っていうことで何かする必要はないと思いますので、網目をこう作っていきたいと思います。で、あんまり茶色っぽくしたくないので、バントアンバーにセルリアンブルーを足して、灰色ですね。ちょっと茶色に傾いた灰色を作ります。これもね、あんまり厳重にやる必要はないかなと思いますが、カゴですよっていうことがちょっとわからないとお話にならないよねっていうことがありますので、で、筋目を立てていきます。から中のこの網目模様ですね、ある程度こうつけていった方がいいと思いますね。見えるとこだけをちょこちょこってやりますので、ここからここまできれいに筋目が通ってないといけませんよっていうほどのことはないかなと思いますので、かなりね、いい加減にやっていかれても全く問題ないような気がします。こんな感じでね、ところどころに網目模様をつけ、周りのこう、庇護ですよね。周りの庇護はこう束ねて、
この細い庇護でまとめているっていう感じなので、まあその感じが少し出ればもうそれで十分かなっていう気がしますね。はい、こんな感じでね、ちょっとカゴに手当てをしてみたいと思います。カゴのね、筋目を立てました。じゃあ続いて玉ねぎをやってみますね。玉ねぎね、皮にこういう葉脈のような筋がいっぱいあるわけです。今回は赤玉ねぎが主役ではないので、あまりにも手をかけすぎるとちょっとちぐはぐになるかなと思いますので、まあ、ざっくりね描いてみたいと思います。例えばこれですね。ここの先っちょがこうよれているわけですね。干からびてふにゃっとこう縮れてる感じで、こっからシュッとこう筋目が立ちますね。結構たくさんの筋目なんですが、これをまあ全部描く必要はもう全くないと思います。ところどころにね、こういうふうに入れられるといいかなと思いますね。きれいに揃えて描くというよりは、線の疎密を作るっていうことの方が大切かなと思いますね。多めに描くとこと、まあざっくり描くとこと、かなりね違えて描いてもいいんじゃないかなと思います。こっちもねやっておきますね。落花生、ここにもちょっとありましたので、少しね線描を足しておこうと思います。そして今度は柿ですね。柿のヘタをちょっと描いときます。結構ね緑がまだ残っていますので、ちょっとこれにねサップグリーンを足してちょっと緑っぽくしました。縮れちゃってシワシワなので、まあ、そのシワを描くっていう感じですよね。で、影の部分はちょっと暗くして、コバルトブルーをちょっと足して暗くしますね。あと2つもね、ヘタをつけておきますね。こちらのかぼちゃに行きますね。かぼちゃの表皮っていうのは結構こうちっちゃいくぼみやプツプツザラザラ感があるわけですね。これを入れないとつるりんとして偽物っぽくなりますので、スパッタリングでこのプツプツを飛ばしますね。暗めの色で飛ばしてみますよ。スパッタリングだけじゃなくって、手でもね入れていった方がいいですね。と思うところにスパッタリングだと飛ばないってことも結構ありますので、手でねこういうふうに傷とか筋目を立てるっていうことですよね。思うところに持っていく。そうこうしているうちにヘタの方が乾きましたので、筋目を立てて描いた上からこの色をねざっくりかけて潰しておきます。まあ、一番明るいところぐらいはね残しててもいいんじゃないかなと思うんですけど、全体的にはしらじらさせない方がいいかなと思いますね。はい、そして今度はねこの落花生ですね。立体感だけを出していきます。バターンバーにコバルトブルーを混ぜて、ちょっと暗めの茶色を作ります。これを影になった方ですね、入れて、水筆でぼかします。かなり濃いめに入れといて、しっかりお水でぼかした方が立体感がねしっかり出るかなと思いますね。こんな感じでねつけていきますね。そして今度は柿の、もう少し細かい作業をね入れていこうと思います。クリムソンを足して暗い赤っぽい色にしますよ。これを、一番暗い方へ投入しますね。ぼかします。そして
プツプツもね、傷とかプツプツもやっぱりあるわけなので、なんぼかはね、こういうふうにね、ちょんちょんとこう入れとかれると、それらしいかなっていう気がしますね。全部一緒の色にする必要はないです。もっと黄色っぽかったり、茶色っぽかったり、緑っぽかったりっていうことも当然考えられますので、むしろこれなんかは少し黄色を強調した方がいいんじゃないかなと思いますね。それからここね、にじむので隙間を空けてます。これはね、解消しておきますよ。こちらの柿の一部にしておきます。向こうの柿はね、あんまり濃くしない方がいいと思いますので、ちょっとだけプツプツを散らしておこうと思います。そしてこのね、玉ねぎのマスキング取りますよ。もう乾いていますのでね、しっかり乾かして取ります。でこのままだとあまりにも白々しいので、この上からこの、灰色っぽい茶色ですね、もう一回線を引いていくっていう感じですね。白の中にも線がありの、白いところから関係なく線が入ってきたり出たりしますよっていうことで、錯綜感が出るかなと思います。ちょっとね、玉ねぎ主役じゃないので、あまり細かい作業しすぎないっていうことが大切かなと思いますね。で、そしてかぼちゃに戻ります。このかぼちゃのこの筋目ですね、ここにちょっと周りからこう色をにじませますね。水でこそげて色をにじませます。別の色をわざわざ持ってくると不自然なので、少しね、浅い明るめの色になったんですよっていう程度のことだと思いますので、周りから少し色を引っ張ってくるとちょうどいい加減かなっていう気がしますね。はい、だいぶね、穏やかになりました。とこっちの暗い方ですよね、暗い方には茶系の色を入れます。ここですね。これでしっかりね、こっちが影のように見えるかなと思います。はい、そしてあとこのヘタですよね。これもあんまり色がない感じですので、セロリアンとバンタンバぐらいでいいんじゃないでしょうか。かなりボコ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 してます。なので、暗いところを描くっていうことで、ちょっとこうポコッと出てます予感が欲しいっていうことですね。で、中もしなびて、筋目が少し出てたり、プツプツが見えたりっていうことですね。ちょっとまだボケちゃいますので、もうちょっと乾いてからね、手当てをしたいと思います。で、もうこれであらあらもうできちゃったわけですけど、少し全体に統一感がないっていうのがありますので、もうちょっと統一感を出していきたいんですね。なので、ガーボンジーの綺麗な色をもう少し中心部に、横断的に入れてみます。そしてポンポンとね、パラ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 と取っていきます。少しガボンジーに茶系の色を混ぜて、この辺りに持ってきますね。後ろがちょっと明るすぎるかなっていう気がしますので、しっかりぼかします。で、これもね、取っておきます。からこういうところですね、影が少し浅い、ほとんどつけてないっていうこともありますので、影をつけておきます。こういうところもそうですね、ちょっと影がなさすぎるっていう感じがしますので、影をしっかりつけておきます。そして、このかぼちゃの点々が少し目立ちすぎますので、いくらか薄くしておきます。そしてもう少しね、筋目を立てますね。かぼちゃがどちらかというと主役っていうことなので、筆数を入れるっていうことになります。
ちょっと暗い色で影を入れていくっていう、そういう感じになりますね。こういう筋目ですね、筋目が何本かありますので、プツプツだけじゃなくって少し筋目も立てますね。そしてヘタですね、ちょっとねヘタもうちょっと明るい方が良かったかなと思いますので、この真ん中の部分ね、いくらか取って明るくしてみますね。でもう一回暗い色で立ち上がりを強調しておきます。これがねあまり綺麗じゃないので、この赤い点々が。ちょっとこれは薄めておきますね。むしろここが明るく光ってた方がいいかなっていう気がしますので、少し取って綺麗に見せますね。薄めておいて、綺麗なガーボンジーを上から少し入れておきます。それとですね、この玉ねぎのこちら側ですね、もうちょっとこの辺をこの色で埋めておこうかなと思いますね。ちょっと物足りない感じがしますね。それとツルツルとしたピカピカ感ですね、これをもうちょっとここに欲しいかなと思います。あんまり取れないですけど、いくらかは明るくなったかなと思います。から柿のこの部分ですね。はい、だいぶね乾きましたので、ここのプッツを入れていきたいです。ここですね、プッツ入れました。そして、何回も取ったりつけたりを繰り返して、あまり綺麗じゃないので、ここにもう一回ガーボンジーを上からかけました。それから、あと気になるのはここですね。ここがちょっと、いい加減に描いちゃってるので、ここを少し詰めておきます。カゴで一部隠れているわけですけど、隙間を開けた状態で色をつけましたので、そのまんまにしておくと、ちょっと変よねっていうことになると思いますね。だからこのヘタの影ですね。だからここも少し筆跡のいびつな感じがちょっと残りすぎてるかなと思いますので、これはちょっと解消しておきますね。それとここのねヘタのメリハリがちょっとなくなってしまっているので、少しはっきりさせておきますね。茶色でいいと思います。ここのね立ち上がりですよね、こういう。これをもうちょっと見せておくべきかなと思います。からここのヘタのね、この立ち上がりももうちょっとはっきりさせますね。それからここですね、柿のこの下、影になるわけですけど、ここはちょっと明るすぎて、なんかちょっと逆光に 下からの光に照らされてるみたいになるといけないので、ちょっと埋めておきます。ここもね、もうちょっと埋めておいた方がいいかなっていう気がしますね。それからここですね、ここをちょっとだけ輪郭線をもう少し強調しておきますよ、ここもね。それとここですね、ここの、向こう側が見えてないと、おかしいかなっていう気がします。ちょっとだけここ見せておきますね。でここがね、あまり明るいとちょっと違和感がありますので、少しここには色をつけておきます。
この柿の色ですね、ここに綺麗なピロールレッドをちょっと差し込んでおきますね。あまり綺麗じゃない感じがしますので、綺麗なピロールレッドを差し込んでおきます。それとここね、ちょっと柿の影が投影するはずですので、あまりちょっと明るすぎるとちょっとまずいっていう感じがします。だからここですね、ちょっとひげ根の白が目立ちすぎますので、いくらか潰しておきますね。はい、じゃあこれで一応完成にしたいと思います。サインをねちょこっと入れておきますね。はい、しっかり乾かしましたら、柿の色がねちょっと薄くなりましたので、ピロールレッドをちょっとだけ足しました。それと、落花生の殻ですね、こういうところにちょっとだけねはっきりさせました。シワ感をねちょっとだけはっきりさせました。はい、完成です。